F1 史上未だかつてないシリーズ全18戦なりふりレギュラーシート報道の鍵は侍帰る南半球南半球オーストラリアの大地で改めて誓うポリウムの夢2004開幕を決めるレッドシグナル指と転倒していく神経をシグナルに集中するブラックアウトスタートアウThank you.
プッシュするタイムは1分26秒76。アロンソを引き離していきます。ギャップタイムはおおむね1分27秒ちょっとです。ギャップは現在 1.7 秒です。トップ8を見てみましょう。現在のトップ8を見てみましょう。1位ミハエル・シューマッハ、3位2位にバリチョー、モントーヤが3位、バリチョーがまたタイムをマークしました。4位にバトン、目に見えてスピードが落ちていますね。そして5位にタクマがつけています。弟ラルクが6位、フェルナンド・アロンソ2秒遅れで追いかけています。そして8位がトゥルーリ。チームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、4位にバトン、そして5位にタクマがつけています。弟ラルフが6位、フェルナンド・アロンソ3秒遅れ、そして8位がトゥルーリ。
9周目に入りました。1位ミハエル・シューマッハ絶好調、ここまでの最速タイムを叩き出しました。2位にバリチュイ、モントーヤが3位、4位にバトン、佐藤拓磨現在5位、チームメイトのすぐ後ろです。弟ナルフが6位、アロンソが7位、そして8位がクルーディ。現在のトップ8はご覧の通りです。1位ミハエル・シューマッハ、2位にバリチュイ、出ましたね、ストラップです。モントーヤが3位、前線バトン間に6秒の逆です。の7位から上げました。佐藤拓磨現在5位、チームメイトのすぐ後ろです。弟ラルフが6位、アロンソが7位。どうしたんでしょうか、ペースが落ちてきているようです。そして8位がクルーディ。
1秒に広がりました。先頭集団の中では一番早く入ってきました。予選では燃料を少なめにしてタイム、そしてグリッド優先という作戦を取っていたようです。ジェンソン・バトンがきっといいんです。今回のキットインへの給油の量にもよりますが、この周回ですとシリーストップストラテジーの可能性も出てきましたか。ここでは負けられない。現在のトップ8はご覧の通りです。1位ミハエル・シューマッハ、最速のラップタイムを刻みました。ルーベンス・バディチョ、チームメイトに続いて2位をキープ。佐藤拓磨、表彰台が見えるか。3番手、4位にラルフ・シューマッハ、5秒離れてフェルナンド・アレンソ。6番手にトゥルーリ、フルサードは7番手、マーク・ウェーバーが8位、ポイント圏内です。ジャガーのメカニックがピット作業の準備に追われています。このタイミングで1台入れるようです。シューマッハがピットインします。現在周回数が13ラップ目。上位の8台はどうなってるんでしょうか。バトンが首位、アロンソが2位、サンパブロ・モントーヤ3位、4位はライコネ。一つ順位では現在のトップ8を見てみましょう。ルーベンス・バリチャロがトップ、佐藤拓磨その後ろ10秒差です。3位にラルフ・シューマッハ、4位にアロンソ、ヤルノ・トゥルーリ現在5位、チームメイトのすぐ後ろです。フルサードが6位。ミハエル・シューマッハ1回目のピットを終えて7番手を走行中です。マーク・ウェーバーが8位、ポイント圏内です。オリビエ・パリスが今ヒットインです。これが2回目、現在14周目。マクラーレンのガレージにどうやら動きがあるようです。デビッド・クルサード、このラップを終えて最初のピットストップ。ルノのガレージ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。バトンがピットレーンに飛び込んできた。これでレースの4分の1が経過しました。ルーベンス・バリチャロがトップ、ファステストラップです。2位が佐藤拓磨。どうしたんでしょうか、ペースが落ちてきているようです。3位にラルフ・シューマッハ、4位にアロンソ、ヤルノ・トゥルーリ現在5位、チームメイトのすぐ後ろです。フルサードが6位、ミハエル・シューマッハ2秒遅れで追走。そして8位にアンパブロ・モントーヤ。フィジケラが入ります。さあフィジケラが入ってきました。入ってきました。現在14周目、フィジケラの方はピット作業終了です。コースに戻ってこれで17位。26秒20。ライコネに対するリードを広げてきました。
1分26秒後半ぐらいで走っています。ギャップは今や10秒いや11秒です。レースは現在16周、ルーベンス・バリチェロがトップ、2位が佐藤拓磨、3位にラルフ・シューマッハ、4位にアロンソ、ミハエル・シューマッハ4秒後方、モントーヤが6位、ダマッタが7位、目に見えてスピードが落ちています。そして8位はフェリッペ・マッサ。ハンターのピットレーンに入ってきます。中盤のあたりで面白い動きがあります。これは10位と11位の争いです。トゥルーリはそろそろピットインのタイミングです。さあハイドフェルドがこのチャンスを生かして逆転できるでしょうか。ハンターのが作業を終えた模様です。戻ったところで順位は18位、2回です。これは残念もね、クルサードも巻き込まれたようですね。全く無傷のようですね。これは運がいい。先にピットインするのであればピット作業は素早く済ませたいところですね。エンドホープを少なめにする可能性もあります。フルーリがセクター1ベストです。今のギャップは 1.6 秒です。サンコーナー付近でアクシデントらしい。クリーエンダーアクシデントによりリタイアです。残念ですね。もう一台は佐藤拓磨ですね。おーノーダメージで切り抜けた。ハイドフェルドが再びペースアップ、さらにコンマ1秒差を詰めてきました。ハイドフェルドなおも差を縮めています。じりじりと追い上げてさらにコンマ1秒差を詰めました。さらにコンマ1秒差を詰めてきました。現在の周回数は18周目、ルーベンス・バリチェロがトップ、なおも差を2位が佐藤拓磨、今タイの差は 1.2 秒です。3位にラルフ・シューマッハ、前のマシンから徐々に遅れています。フェルナンド・アロンソ、5位にミハエル・シューマッハ、ハンパブロ・モントーヤ3秒遅れ、ダマッタが7位、そして8位はフェリッペ・マッサ。ピットインしてきたのはハイドフェルド。現在周回数が17ラップ目。ルノのガレージ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。フェルナンド・アロンソ、これから1回目のピットストップ。ザワのクルー、マシンの受け入れスタンバイしてますね。フェリッペ・マッサ、これから1回目のピットイン。ハイドフェルド、これで戦列に復帰。レースの3分の1が終わりました。ルーベンス・バリチェロがトップ、そして15秒遅れで続きます佐藤拓磨、3位にラルフ・シューマッハ、4位にアロンソ、5位にミハエル・シューマッハ、モントーヤが6位、クリスチアーノ・ダマッタ、何かあったのでしょうか。
ポジションが7位まで後退。そして8位はフェリッペ・マッサ。おっと、フェラーリが動いた。ピットインの準備が始まっています。ルーベンス・バリチェロ、このラップを終えて最初のピットストップ。ピットに入ってきたのはフェリッペ・マッサ。入ってきました。現在18周目。ここでマッサがコースインしていきます。これで順位は14位です。どうやらここでトヨタのマシンがピットに入ってくる模様です。クリスティアーノ黙った。それから1回目のピットイン。現在までにリタイアしたドライバーはまだ1人。キミライコネン、レースを終えました。10周目。ここでレースリーダーがピットインです。現在周回数が19ラップ目。飛び出していきます。バリチェロ戻ったところで順位は3位。黙った。ここでピットイン。ここでプッシュをする。タイムは1分27秒2。これはアロンソよりかなり速いタイムだ。ラップタイムは1分50秒台。 DR のマシンがピットインか。ガレージに動きあります。佐藤拓磨、このラップを終えて最初のピットインです。ここでウィリアムズのクルーがピットに出てきました。ラルフ・シューマッハ、これから1回目のピットストップ。クリスチャン・クリエンがピットに入ります。作業が終わったのはクリエンのマシン。これで順位は18位です。のはトップのマシンが入ってきました。現在20周目。ラルシューマッハ手に入りました。ピラが激しく攻める。タイムは1分27秒69。着実にアロンソに対するリードを広げています。ギャップは1秒3と広がっています。さあ佐藤拓磨がレースに復帰します。トップ8の状況です。コースに戻ってこれで4位。2位から首位に躍り出ました。フィジクラが2位。現在トップ8は以下のようになっています。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位。最速のラップタイムを刻みました。モントーヤが3位。佐藤拓磨、ピットから戻って現在4番手。5位にバトン、弟ラルフが6位。9秒後方にいますフェルナンド・アロンソ。ヤルノ・クルーリー、チームメイトを追いかけて8番手を走行中です。ブルーニーがピットインです。ジャンマリア・ブルーニー、ピットストップを終えました。戻ったところで順位は19位。現在22周目です。ルーベンス・バリチェロがトップ。バトンが首位。ミハエル・シューマッハ、チームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位。ミハエル・シューマッハ、そして15秒遅れで続きます。佐藤拓磨、5位にバトン、8位がラルフ・シューマッハ。ヒットストップを終えて6位となっています。アロンソが7位。そして8位がクルーリ。
ポイント圏内上位8人はご覧の通りです。ルーベンス・バリチェワはトップ、ミハエル・シオマッハが2位、モントーヤが3位、4位にはタクマ、ジェンソン・バトン現在5位、チームメイトのすぐ後ろです。弟ラルフが6位、フェルナンド・アロンソ8秒後ろ、そして8位がクルービ。まだほとんどのマシーンがコース上、惜しくもリタイアしたドライバーです。キミライトネン、アクシデントでレースを終えました。10周目です。デビッド・クルサード、マクラーレン2人目のリタイアとなってしまいました。このノーポイントはチームにとっても大きな痛手です。さあ、ミハエル・シューマッハ激しく攻めます。タイムは1分26秒76。これはモントエールの速いペースですね。現在のラップは1分29秒台半ばといったところ。バトンが首位、フィジケラが2位、アロンソ3位、モントーヤ4位、ミハエル・シューマッハ5位、ライトネンが6位、7位マッサ、8位がラルフ・シューマッハです。周回は25ラップ目、ルーベンス・バリジェワはトップ、ミハエル・シューマッハが2位、モントーヤが3位、ファステストラップです。そして15秒遅れで続きます。佐藤拓磨、ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位、アロンソが7位、ヤルノ・クルーリーチームメイトを追いかけて8番手を走行中です。現在26周目です。ルーベンス・バリチェワがトップ、ミハエル・シューマッハが2位。最速のラップタイムをマークしました。ハンパブロ・モントーヤ、2秒遅れで追いかけています。4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位、アロンソが7位。やりを切りにチームメイトを追って8番手走行中です。ジェケラが2位、アロンソ3位、モントーヤ4位、ミハエル・シューマッハ5位、ライコネンが6位、7位マッサ、そしてバリチェロ8位。
シューマッハ激しく攻めます。タイムは1分26秒96。これはモントーヤよりもいいペースだ。ラップタイムは1分27秒後半から28秒前半にペースダウンしてしまいそうだ。ここでウィリアムズのクルーが出てきました。上位グループの状況です。この周回で1台入ってくるようです。2位アロンソ、3位モントーヤ、4位ミハイル・シューマッハ、5位ライコネンが6位、7位マッサ、そしてバリチェロ8位。 VAR のマシンがピットインか。ガレージに動きがあります。ここでモントーヤがピットに入ってきます。トップ争いが激しさを増しています。現在トップ8は以下のようになっています。これはフジテラルベンス・バリチェロがトップ、ミハイル・シューマッハチームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、4位にはタクマ。どうしたんでしょうか。ペースが落ちてきているようです。ラルフ・シューマッハ5位、最速のラップタイムを刻みました。ジェンソン・バトン3秒遅れ、アロンソが7位、そして8位がクルービー。ジェンソン・バトンがピットインです。タイムのヒットストップになります。現在周回数は27周目。バウムガートナーピットに向かいます。現在周回数が27ラップ目、シューマッハがピットインします。入ってきました。現在28周目。バウムガートナーはこれでコースに戻ります。これで順位は18位です。レースは後半に入ろうとしています。バトンが首位、レースもちょうど半分、折り返しになります。ルーベンス・バリチェロがトップ、ファステストラップです。2位が佐藤拓磨、目に見えてスピードが落ちています。ラルフ・シューマッハ3位に上がりました。ミハイル・シューマッハが4位、2度目のピットストップの後5位でレースに復帰します。ファンパブロ・モントーヤ、フェルナンド・アロンソ8秒後ろ、7位トゥルービ、そして黙った8番手、入ってきたのはマーク・ウェバー。オリビエ・パニスが今ヒットインです。ウルーがレジ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。このタイミングで1台入れるようです。マーク・ウェバーがピットからコースに戻ります。ポジションはどうなるか。15位です。バトンがピットレーンに飛び込んできた。フィジケラもっとペースアップをしないと逆転は難しいですよ。バトンは順当にピット作業を済ませればリードを守れます。ヤルノ・トゥルーリがピットイン。現在周回数が29ラップ目。
ランカルロ・フィジケラが入ってきました。コースに戻ってこれで15位。ラップタイムはおおむね1分27秒ちょっとです。ポイント圏内上位8人はご覧の通りです。ルーベンス・バリチェロがトップ。徐々に差が開いてきてしまいました。佐藤拓磨、ラルフ・シューマッハすぐ後ろにいます。ミハエル・シューマッハが4位、モントーヤが5位、最速のラップタイムを刻みました。アロンソが6位、ダマッタが7位、そしてバトンが8位。アロンソが必要にプレッシャーをかけてくる。現在までのところリタイアしたドライバーはわずか数名。ミライコネン痛恨のクラッシュ10周目。デビッド・クルサード、マクラーレン2人目のリタイアとなりました。ノーポイントはチームにとっても痛いです。ハンターのピットレーンに入ってきます。入ってきました。現在30周目。これで順位は16位です。12位をかけた戦いが結果を増しています。クルサードはあと数ラップでヒットインするでしょうね。さあハイドフェルドがそのチャンスを生かして32周目が間もなく終わります。ルーベンス・バリチェロがトップ。ファステストラップです。徐々に差が開いてきてしまいました。佐藤拓磨3位にラルフ・シューマッハ、ミハエル・シューマッハが4位、ファン・パブロ・モントーヤすぐ後ろにいます。アロンソが6位、ダマッタが7位、そしてバトンが8位。32周を終わっての状況です。アロンソが首位、ライコネンが2位、3番手はマッサ、バトンが4位、5位フィジケラ、6位モントーヤ。クルサードがまた素晴らしいセクタータイムをマークしました。ギャップは 1.3 秒に大きくなってしまいました。セクター3でトップタイム、さらにコンマ3秒リードを広げました。現在周回は33ラップ目。ルーベンス・バリチェロがトップ。現在のトップ8の状況です。25秒後ろにいます。佐藤拓磨3位にラルフ・シューマッハ、3番手はミハエル・シューマッハが4位。出ましたね、ファステストラップです。6位モントーヤ、モントーヤが5位、ミハエル・シューマッハが6位、ダマッタが7位。目に見えてスピードが落ちていますね。BMW のピットで動きがあるようです。そしてバトンが8位。クルサードがまた素晴らしいセクタータイムをマークしました。逆は現在 4.1 秒。プレイしてきたのはハイドフェルド。現在周回数が32ラップ目。ルノのガレージ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。フェルナンド・アロンソ、これから2回目のピットイン。ハイドフェルド、戦線に復帰します。これで順位は15位です。
ップ8を見てみましょう。アロンソが首位、おっとフェラーリが動いたか。ヒットインの準備が始まっています。ルーベンス・バディチョ、この後2回目のピットに向かうようです。アロンソ、ピットレーンに入ってきます。入ってきました。現在33周目。ピットに入ってきたのはフェリッペ・マッサ。ここでマッサがコースに戻ります。コースに戻ってこれで12位。さあ入ってきたのはトップのマシーンだ。現在周回数が34ラップ目。どうやらここでトヨタのマシーンが手に入ってくる模様ですね。クリスティアーノ黙った。この後2回目のピットに向かう模様です。飛び出していきます。バリジロ戻ったところで順位は1位。レースは現在35周目です。ルーベンス・バディチョ2回目のピットストップの後トップを走っています。2位が佐藤拓磨、まだ1回しかピットインしていません。3位にラルフ・シューマッハ、ミハエル・シューマッハすぐ後ろにいます。モントーヤが5位。最速のラップタイムを刻みました。順位を6位に下げてしまいました。クリスチアーノ黙った。7位バトン、そしてアロンソが8位につけています。ここでウィリアムズのクルーがピットに出てきました。ラリス・シューマッハ、これから2回目のピットイン。 VAR のマシンがピットインか。ガレージに動きがあります。佐藤拓磨、これから2回目のピットイン。クリスチャン・クリエンがピットに入ります。作業が終わったのはクリエンのマシン。コースに戻ってこれで17位。佐藤拓磨ピットインします。ラルフ・シューマッハピットに入りました。現在周回は36ラップ目。ルーベンス・バニチャノがトップ、ミハエル・シューマッハチームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、4位には拓磨、ラルフ・シューマッハ5位。ファステストラップです。バトンが6位、フェルナンド・アロンソ7秒差で続いていきます。そして8位がクルービ、モントーヤ4位、ミハエル・シューマッハ5位、ライコネンが6位、7位マッサ、そしてバニチェロ8位。8はご覧の通りです。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位。最速のラップタイムをマークしました。ハンパブのモントーヤすぐ後ろにいます。4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位。フェルナンド・アロンソ、何かあったんでしょうか。ポジションが7位まで後退です。ヤルノ・トゥルーリ、ティーンメイトを追って1番手走行中です。
ことはできないという状態ですね。タイムは1分29秒34。さあアロンソの背後に迫ります。現在のラップタイムは1分29秒台後半から1分30秒前半といったところ、ギャップは現在1.7秒です。全体の約3分の2を走り終えています。アロンソが首位、バトンが2位、フィジケラ3位、4位ミハエル・シューマッサー、5位から順位を上げました。モントーヤ5位、ライコネンが6位、7位マッサー、そしてバリチェロ8位。現在のトップ8を見てみましょう。ルーベンス・バリチェロがトップ。出ましたね、ファステストラップです。ミハエル・シューマッハ、チームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、4位にはパクマ、ラルフ・シューマッハ5位、ジェンソン・バトン、間に6秒のギャップです。フェンランド・アロンソ、何かあったんでしょうか。ポジションが7位まで後退です。そして8位がクルービ。現在のトップ8を見てみましょう。ほとんどのドライバーが周回を重ねる中、レースを終えてしまいました。キミライコネン、アクシデントのダメージが大きくリタイアとなってしまいました。10ラップ目、デビッド・クルサード、マクラーレン2人目のリタイアとなってしまいました。このノーポイントはチームにとっても大きな痛手です。レースは現在41周目です。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、モントーヤが3位。最速のラップタイムを刻みました。25秒後ろにいます佐藤拓磨、ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位、アロンソが7位、ヤルノ・クルーリ、チームメイトを追いかけて8番手を走行中です。4位ミハエル・シューマッハ、モントーヤ5位、マッサ6位、ライコネン7位、そしてバリチェロ8位。
現在のトップ8はご覧の通りです。ルーベンス・バリチェロがトップ、ファステストラップです。5秒離れてミハイル・シューマッハ、モントーヤが3位、4位にはタクマ。どうしたんでしょうか、ペースが落ちてきているようです。ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位、アロンソが7位、ヤルノ・トゥルーリチームメイトを追いかけて8番手を走行中です。ここでウィリアムズのクルーがピットに出てきました。まだ厳しい戦いが続きそうです。セクター1はひじけらでしたね。ギャップは現在 2.3 秒。PR のマシンがピットインか、ガレージに動きあります。この周回で1台入ってくるようです。ひじけらがさらにリードを広げていきます。さらにコンマ1秒差を広げました。モントーヤがピットに入ってきます。入ってきました。現在42周目、レースも残り4分の1になりました。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、モントーヤが3位。最速のラップタイムを刻みました。前を行くマシーンから徐々に遅れています。佐藤拓磨、ラルフ・シューマッハ5位、5秒離れてジェンソン・バトン、アロンソが7位、ヤルノ・トゥルーリチームメイトを追いかけて8番手を走行中です。ジェンソン・バトンがピットインです。5位、マッサ6位、ライトネン7位、そしてバリチェロ8位。おお、ルノーのピットに動きがありますね。こうして戻っていきます。ジェンソン・バトン戻ったところで順位は8位。再び迫ってきました。じりじりと追い上げてさらにコンマ1秒差を詰めました。シューマッハがピットインします。レースも残すところ15周です。ルーベンス・バリチェロがトップ、ファステストラップです。ミハイル・シューマッハ最後のピットストップを終えて現在2番手、モントーヤが3位、佐藤拓磨2秒遅れで追走、ラルフ・シューマッハ5位、アロンソは6位、7位クルーリー、ジェンソン・バトン戦しているようです。なんとか8番手に踏みとどまります。バンガートナーピットに向かいます。ライトネン7位、そしてバリチェロ8位。ここでピットアウト。バウムガートナーはこれでコースに戻ります。コースに戻ってこれで18位。入ってきたのはマーク・ウェバー。現在周回数が43ラップ目。ルノのガレージ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。オリビエ・パニスがピットインです。マーク・ウェバーがピットからコースに戻ります。これで順位は14位です。そろそろレースも終盤を迎えます。ルーベンス・バリチェロがトップ、チャンスです。ミハイル・シューマッハ、イングリートに続いて2位をキープ。タンパブロ・モントーヤ3秒遅れ。4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、アロンソが6位、7位トゥルーリ、そしてバトンが8位。まだほとんどのマシーンがコース上、惜しくもリタイアしたドライバーです。
未来5年クラッシュで戦線離脱となりました。10周年デビット・クルサード序盤でマシンを折りました。22周目です。しかし依然としてヤブノトルーリがピットイン入ってきました。現在44周目、ピットから飛び出していきます。ヤルノ・トゥルーリポジションはどうなるか。9位です。さあフィジケラが入ってきました。フィジケラの方はピット作業終了です。これで順位は14位です。27秒88、これはフィジケラより。レースは現在46周目です。ラップはルーベンス・バリチャンはトップ。後半から1分、2敗ですが、チームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、最速のラップタイムをマークしました。現在4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、かなり前との差を縮めてきました。アロンソは6位、ジェンソン・バトンその後ろ10秒差です。そして黙った8番手転落してしまいました。6位ミハイル・シューマッハ、7位はバリチェロ、そしてファン・パブロ・モントーヤが8位です。現在周回数が45ラップ目。ハンターのが作業を終えたものです。戻ったところで順位は16位。8を見てみましょう。アロンソが首位、マッサが2位、フィジケラ3位、4位はライコネン、バトン5位、6位ミハイル・シューマッハ、7位はバリチェロ、そしてファン・パブロ・モントーヤが8位です。レースは現在48周目です。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、最速のラップタイムを刻みました。モントーヤが3位、4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、順位を6位に下げてしまいました。フェルナンド・アロンソ、ジェンソン・バトンその後ろ10秒差、そして黙った8番手マッサ、かなり調子を上げてきています。今日の自己ベストを今記録。タイムは1分25秒97、これはアロンソよりかなり速いタイムだ。現在のラップタイムは1分27秒5前後ですね。
レージ、メカニックたちが慌ただしく準備をしています。フェルナンド・アロンソ3回目、そして最後のピットに向かいます。転してきたのはハイドフェルド、入ってきました。現在47周目、ハイドフェルド先制に復帰します。コースに戻ってこれで14位、あと残りは10周です。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、ハンパブロ・モントーヤどうしたんでしょうか、順位を3番手に落としてしまいました。4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、出ましたね、マスベストラップです。アロンソは6位、7位バトン、そして黙った8番手おっと、フェラーリが動いた、ピットインの準備が始まっています。ルーベンス・バディチェロ、この後最後のピット作業に向かいます。アロンソピットレーンに入ってきます。アロンソコースに復帰します。ポジションはどうなるか、7位です。ピットに入ってきたのはフェリッペ・マッサ、現在周回数が48ラップ目、ここでトップのマシーンがピットに入ります。入ってきました。現在49周目、フィジカルがここでプッシュをする、タイムは1分26秒、ここでマッサが更新していきます。これはバトンを失ったんです。戻ったところで順位は11位、どうやらここでトヨタのマシンがピットに入ってくる模様ですね。クリスチアーノ黙った3回目、そして最後のピットに向かいます。見てみましょう。アロンソが首位、フィジケラが2位、バトンが3位、BM のマシンがピットインか、ガレージに動きあります。佐藤拓磨、この後最後のピット作業に向かいます。ここでウィリアムズのクルーがピットに出てきました。ライコネン7位、ラルフ・シューマッハ3回目、そして最後のピットに向かいます。黙った、ここでピットイン、ピットを出ていきます。黙った、ポジションはどうなるか、9位です。クリエンだ、クリエンがピットに入ります。佐藤拓磨ピットインします。現在周回数が50ラップ目、ラルシューマッハピットに入りました。現在トップ8は以下のようになっています。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、アステストラップです、モントーヤが3位、佐藤拓磨、前を行くマシーンを完全に射程に捉えました。現在4番手ラルフ・シューマッハ5位、バトンが6位、そして15秒遅れで続きます。フェルナンド・アロンソ、そして8位がトルーリ、アロンソが首位、フィジケラが2位、まだほとんどのマシンがコース上、惜しくもリタイアしたドライバーです。キミ・ライコネン、レースを去ります。10周目です。デビッド・クルサード、激しいエンジンブローでレースを終えました。22周目です。ゾルト・バウムガートナー、惜しくもリタイア、47ラップ目。
現在周回は52ラップ目。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位。前のドライバーに迫ってきました。ファンパブロ・モントーヤ無病遅れで追いかけています。4位にはタクマ、現在5位、3回目のピットインを終えています。ラルフ・シューマッハ。バトンが6位、アロンソが7位、ヤルノ・トゥルーリティンメイトを追って8番手走行中です。ブルーンがピットインです。ジャンマリア・ブルーニピットストップを終えました。戻ったところで順位は17位。53周目に入りました。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハチームメイトに続いて2位をキープ。モントーヤが3位、4位にはタクマ、ラルフ・シューマッハ5位、ジェンソン・バトン4秒後方、アロンソが7位。どうしたんでしょうか、ペースが落ちてきているようです。そして8位がトゥルーリー。先頭は53周目に入っています。トップ8の状況を見てみましょう。アロンソが首位、フィジケラが2位、バトンが3位、4位ミハエル・シューマッハ、モントーヤ5位、マッサ6位、ライコネン7位、そしてバリチェロ8位。残り5周になりました。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、ファンパブロ・モントーヤ3秒遅れ、チームメイトのすぐ後ろ4位につけますワルフ・シューマッハ。そして5位にタクマがつけています。バトンが6位、最速のラップタイムをマークしました。アロンソが7位、そして8位がトゥルーリ。残り5周です。アロンソが首位、フィジケラが2位、バトンが3位、4位ミハエル・シューマッハ、モントーヤ5位、マッサ6位、ライコネン7位、そしてバリチェロ8位。1分29秒台半ばといったところ。
回数は56周目、ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位、ファン・パブロ・モントーヤ3秒遅れ、4位にラルフ・シューマッハ、最速のラップタイムを刻みました。そして5位にタクマがつけています。バトンが6位、アロンソが7位、ヤルノ・トゥルーリチームメイトを追いかけて8番手を走行中です。残すところあと数周、アロンソが首位、フィジケラは2位、バトンが3位、4位ミハエル・シューマッハ、モントーヤ5位、マッサ6位、ライコネン7位、そしてバリチェロ8位。終盤に来てジェンソン・バトンが猛烈な追い上げを見せています。時計は背後が気になります。ギャップは今や 4.5 秒ですね。バトンがセクター1で好タイムです。ギャップはさらに本間6秒縮まりました。ここで負けるわけにはいきません。フィジケラ、ギャップが今や 4.3 秒にまで広がっています。57周目が終了しました。ルーベンス・バリチェロがトップ、ミハエル・シューマッハが2位。出ましたね、ファステストラップです。ファン・パブロ・モントーヤ4秒後方、4位にラルフ・シューマッハ、そして5位にタクマがつけています。チームメイトのすぐ後ろ6位を走りますジェンソン・バトン。フェルナンド・アロンソ、何かあったんでしょうか。ポジションが7位まで後退です。さらにリードを広げています。そして8位がトゥルーリ、コンマ7秒も差をつけました。もはやバトンに逆転の可能性はなさそうです。プレッシャーをかけられてもフィジケラ動じません。もう追いつくのは無理じゃないでしょうか。57周目を終えての状況です。アロンソが首位、フィジケラが2位、バトンが3位、4位ミハエル・シューマッハ、モントーヤ5位、マッサ6位、ライコネン7位、そしてバリチェロ8位。シューマッハがペースアップですよ。ここからオーバーテイクに持っていけるんでしょうか。さあバトンが追い詰められてますよ。ギャップはコンマ4秒です。バトンが中盤のセクターで好タイムです。ギャップは今コンマ5秒ですね。アロンソ先頭、ファイナルラップに入りました。チームメイトの現在2位、このまま行けばルノーチームワンツーフィニッシュを迎えます。さあミハエル・シューマッハ反撃に出ます。さらにコンマ1秒差を詰めてきました。レースはあと1周ですが、ここでミハエル・シューマッハの激しい追い上げです。じりじりと追い上げて、さらにコンマ1秒差を詰めました。バトンにはペースアップの指示が出ているようです。さらにコンマ1秒差を広げました。最初にチェッカーに飛び込んだのはやはりアロンソ、10ポイントを獲得。2位はフィジケラです。
回も楽しめるレースでした。2週間後舞台をヨーロッパに移して5つのレースが続いていきます。まずはサンマリノ、地元ティフォーシたちの熱い声援を受けてフェラーリ勢の活躍が期待されています。続いてニュルブルクリンクでのヨーロッパグランプリ、バルセロナでのスペイングランプリ、華やかなモナコグランプリがあります。そしてシルバーストーンでのイギリスグランプリを終えると F1 はアメリカ大陸へと渡っていきます。